はい、お待たせしました。VTA クラスです。今日はね、ちょっと戦前の予想を覆した石川選手がね、TQ 取っています。2番手は鎌田選手、3番手が内藤選手、前回の優勝者です。4番手が安田選手、5番手佐藤昌治選手、6番手は笠島選手、7番手鳥居選手、そして8番手がこのクラスの飯田しっぺ中村選手となっています。それでは VTA の A メイン決勝、練習ありませんからね、本番でいきます。それではスタートします。5分間です。はい、フライングなし。さあ、まずはトップ。おお、内藤選手は鎌田選手に仕掛ける。おお、入りましたね。おお、突き通されていった。さあ、その間隙を抜けていったのはあれ、安田選手かな、蛍光イエロー。まずは石川、安田選手、そして佐藤選手がここまで来た。3番手、笠島、内藤、鎌田、鳥居、中村選手。さあ、中村選手が転倒、その横トップ、2番手がパスしていく、そして3番手、佐藤選手も中村選手をパス。30秒経過しています。石川選手がベストで逃げる、13秒65。ボンネットが黒、オレンジですね。今、計測ライン取りました、石川選手。それを追う蛍光イエロー、安田選手が2秒1後方、3番手、水色の佐藤選手、これが3秒4後方。さあ、ここで4番手、前回の覇者、内藤選手がファーストテストを更新、13秒399。ここから行くのか、まず佐藤選手の襲いかかる内藤選手、ストレートに入ってきた、オレンジ。これで内藤選手3番手浮上、安田選手までは3秒あります。さあ、鳥居さん来ます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、トップ石川選手は今もう操縦台の前ですね。2番手の安田選手が今操縦台の前、そして3番手の内藤選手が今操縦台。さあ、バック、佐藤選手マシンがおかしいか、なんかおかしいですね、それ。ちょっと回収かな。もし直せるようだったら、簡単に直せるようだったら直してあげてください。1分30秒経過、トップは変わらず石川選手、2番手が安田選手、トップとの差が6秒2。そして笠島さん、ありがとう。さあ、2番手争い、安田対内藤、これは近いぞ、1秒切ってると思います。さあ、内藤選手はただね、もう半周以上トップと離されているように見える。石川、安田、内藤、鎌田、これがトップ4です。5番手笠島、6番手が鳥居、7番手佐藤、8番手が中村選手。さあ、佐藤選手、治ったみたいですね。さあ、1台、佐藤選手から直してもらったが、やっぱりダメなのかな。さあ、内藤選手がまず安田選手に襲いかかるぞ。操縦台の前、蛍光イエローが2番手、安田、オレンジが内藤選手です。一方、トップ石川選手は今もうストレートに入ってくるところ。佐藤選手来ます、トップ。ありがとうございます、うまいところで行かせました。さあ、ベストは石川選手、12秒96が出ている。12秒台はこの選手だけ。さあ、安田対内藤、これが激しいですね。操縦台の前、前の周0秒3の差、明らかに差が詰まってきているわ。おーっと、仕掛けた。さあ、安田選手は2位守っています。そして2番手バトルの後ろからもうトップが近づいてきている。3分20秒になるところ、5分間の決勝です。はい、中村さん、ありがとう。鳥居さん来ます、ありがとうございます。さあ、これをうまく利用したのは内藤選手、バックマーカーうまく利用した。内藤選手はこれ2番手に上がってくる。ここからどれだけタイムが伸びてくるのか、内藤選手。残り90秒。一方、石川選手はここでベスト、12秒909、12秒台1人だけ。さあ、3番手の後ろまでトップは来ている。さあ、最新ラップ、内藤選手は13秒3、一方トップは12秒9で回っている。さあ、残念ながら安田さん来たら譲ってあげてください。さあ、ベストは佐藤選手、13秒83。4分経過、残り1分です。さあ、レースは最後23周目まで行きそうですね。現在19から20に入るところです。残り3周というところ、トップ石川選手が3番手、安田選手の後ろにいるという展開です。
そして4番手鎌田、5番手笠島、鳥居、佐藤、中村のオーダー、残り間もなく30秒。さあここでベストは鳥居選手です。15秒92、安田選手が13秒28ベスト。さあ残りが20秒。さあトップ石川選手と同時周回で争っているのは2番手の内藤選手だけになってしまった。残り10秒。その内藤選手もラップされるかというところ、残り5秒です。これが最終周なのか。大時計はここで5分です。トリーゴール、トリー選手ゴール、鎌田ゴール、佐藤ゴール、笠島ゴール、内藤ゴール、はい、あと中村さん、